改めまして、私たちイーザールドスタンダードフランスターです。よろしくお願いします。はい、本日リリースイベント2部になりますが、2部もたくさんの方にお越しいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。私たちワンスターですね、8月の30日にニューシングルメロメロラブロックという楽曲をリリースしまして、皆さんのおかげでオリコンで入り5位をいただきました。ありがとうございます。そしてついに本日がリリースイベント最終日となっております。最後まで一緒に楽しんでいきましょう。それでは自己紹介します。はーい、愛知県出身ミシナルカです。いやー、皆さん最終日ですよ、ね、楽しんでますか？ありがとうございます。本当にね、リリーブたくさんやってきて、いよいよ終わってしまうんですけど、この曲いっぱい愛しておいてもらえたら嬉しいですね。はい、楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はーい、イエーイ。何それ、こうやってやってみたらみんなってやってたから、そう、上手だなと思って。北海道出身、こだわりりかです。もうみんなが言ってましたけども、リリースイベントの寿命がなんと今日までということで。やだよ。でもだから、なるほどね、寿命が今日までってなかなかないじゃないですか。今日しかないから、最終日は最後いい風に終われたらいいなと思ってます。最後まで楽しんでてくれますか？楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、広島県出身ミリテゴこと松田アミリです。今日はですね、気合を入れてギュッと火一つに結んできました。最終日なのでね、みんなと楽しく涼しく頑張りたいということで、熱く頑張りたいということでね、気合を入れてきたので、この後も一緒に手挙げて楽しんでいただければなと思っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとう。福岡県出身なつんこと広川直瀬です。私1曲目のさ、ナッシュのあのミラクルマジカルシーパーの冒頭で喋ったんですけど、みんなのナッシュナッナッナの圧にやられてめっちゃ噛みまくって全然覚えてないし、リリカのこと殴っちゃってもうすでに反省がいっぱいあるんですけど、めちゃくちゃ楽しんでます。最後までよろしくお願いします。イエーイ。はい、そんな私たちはスタノコのミニライブ中はですね、スマートフォンでのみ写真と動画の撮影が OK になってます。ハッシュタグワースタ、ハッシュタグメロメロなブロックなどいっぱいつけて、拡散をしていただけますと嬉しいです。最終日なのでね、いっぱいカメラに収めてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もうあっちゅう間に終わっちまいますね。もう2曲やっちゃったからね。そう、2曲やっちゃったらあと2曲なんですよ。はい、まあでも、ちょっともう楽しめる感じになってると思うんで、好きに、程よく楽しんで帰ってもらえたら嬉しいです。一緒に踊ってくれますか？いいよいいよ、行くよ。最上級パラノックス、最上級パラノックス。I'm not
Just
けど、あっという間だったね。本当に皆さん最後までたくさんの応援ありがとうございます。ありがとうございます。改めてになるんですけれども、8月30日メロメロラブロックというニューシングルをリリースさせていただきました。えい、ね、今歌いましたけど、まあ、今日は購入していただいた方対象に特典会もやっていたりするんで、もし買うなら今日はい、確かに今日のが嬉しいかもしれない。そうかもしれない。たくさん聴いていただけたらなと思います。そしてですね、明日の22時明日の22時には、カップリング曲のセラセラフィーという楽曲のダンス動画が YouTube に上がりますので、そちらも楽しみにしててください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ最後なのでみんなに記念写真を撮りたいと思います。撮りましょう、撮りましょう。こんな顔を見せてください。いっぱい近くにいては知らない方も知ってるみたいな雰囲気で入ってます。映り込んでもらって、ぜひ記念にどうぞ。記念ですかね。マスターって調べたら出てくるね。後で拾ってくださいね。画像ね。ポーズはメロメロにしますか。最後だからメロメロです。よかったらやってね。行きますか。行けるよ。行きます。はい、ワーストバイバイ。はい、ワースト OK。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に初披露の時からみんなのおかげでどんどん楽しい楽曲になって、カップリング2曲もすごく素敵なおしゃれな曲になってるので、ぜひ私たちの曲をたくさん聴いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、またね、ぜひ私たちのワンマンライブとかも遊びに来てください。それでは今日はありがとうございました。以上、私たちイザールドスタンダードファースターでした。すごい海外の方いっぱい。 Thank you。 はーい。